どうもこんにちは、即家塾の久保です。いろんなね、稼ぎ方、儲け方を紹介してきている、この私の即家塾隠居 TV なんですけども、いやあのね、性的な趣味、趣向を利用して稼ぐ方法っていうのはあんまり紹介しにくいんですよね。でも今回ですね、要望もありまして、ちょっと例外的に、えー、一件だけこの動画を作らさせていただこうと思います。場合によっては YouTube の利用規約に抵触するかもしれませんので、 いつ削除になるか分かりませんそれではいってみましょうはいと言ってもね画面が切り替わるわけではありませんえっ、ー、と私はですね恋愛性癖は男性から女性特にねあの恥ずかしながら若い女性が好きなんですよね恋愛対象まあでも不特定多数の女性にそういった趣味思考を向けてるわけじゃなくて私の場合はもう奥さん一定なんですよねえー、17歳ほど年下でですね 私が40過ぎた時に、まあ、彼女はまだ二十歳を過ぎたばかり22歳だったかなと思いますもうちょっと計算してみると私が30歳の時に彼女は小学校6年生というねバランスなんですよまあでも今私が50を過ぎてみますとねあの奥さんも若くて可愛らしいなと思って毎日ときめいて過ごしてるわけなんですよねついつい奥さんにはね 新しい服を買ってあげたり美味しいものを食べて笑顔になってもらいたいなと思うわけなんですけどもこんな趣味嗜好ばかりを持っている人ではありません世の中っていうのはね今回稼ぐ方法の一つとしてまあこの表現が今の時代的視識からどうかは分かりませんけどもほぼゲイの方向けへのちょっとね、えー、プレゼンテーションになるかもしれませんというのがねまあ、おっさんが下着を売って稼ぐビジネスっていうのがあるらしいんですよ うん、これはなかなか私としてはあの趣味思考としては外れるところなんで理解し難いものだと思いますけどもでもそういったマーケットがあることは知っていたんですよまあそれでですね視聴者の方にも、まあ、いろんな性癖のある方がいらっしゃって切実に私の方にご相談いただきましたんで今回はね、えー、この動画の公開ということになったわけですただし連絡先を掲載するわけにはいきませんのでその辺はご容赦くださいどうしてもっていう方にはね私のメールアドレスからお問い合わせいただいたらこそっとメールで お答えしますので、えー、そんなマーケットに興味がある方はあ、まあ本当にね、私にメールアドレスがバレるのを覚悟で送っていただければと思います。ただし繰り返しますけども、私は、あのー、同性愛は全然やってません。あのー、やってる方がいるのは全然ね、あのー、自由だと思いますけども、私自身はやってませんので、そこは誤解なきように、私はあくまでも奥さん一筋ということでございます。でね、今回は、あのー、男性が、 あ自分の身につけてるものを販売することによって同じ男性がそれを何らかの使用目的で購入するっていうそのマッチングサイトのことなんですよ。まあそういうのがありますよと。そして私はそのマッチングサイトの URL を知ってますよっていうことだけにとどめさせてもらいます。ということなんでねあまり多くは語れませんけども今回ちょっとこう、うん、私の守備班以外の趣味嗜向でございましてね昔はあのブルセラっていうのがありましてね あの高校生ぐらい中学生ぐらいの女の子たちが自分の身につけてるものもしくは卒業式が過ぎた後に自分のいらなくなったね学生服とかを販売するっていうのがありました、うん、まあそれをね購入する方は様々いたと思いますけども、うん、まあそれのちょっとね別バージョンということなのかなと思いますうん、なんとなくね私はっきり分かっているわけではないんですけどもそういった女の子たちが あいわゆる中高年の男性にそういったものを販売するっていうのは、まあ、あいろんなところでね、えー、条例的にも、モラル的にも禁じられているところがありますけども、まあ、そうですね、あのまあ、いわゆる男性が男性に向けて自分の身につけてるものを売るものに関しましては、特に NG はないのかなと思います。実際私もね、あの革ジャンとかね、それからヴィンテージのジーンズとかを同性の男性から買うことはあったんですよ、過去に。 でもそれはあくまでも、うん、そういったファッションの趣味嗜好としてなんですよね。性的な趣味嗜好ということではなくって、まあ私なりにこう中古品を買った時でも、自分の元に届いた後でクリーニングかけたりとか、結構ね、あの、人が使ったものについて私抵抗がある方なんで、えー、そういうふうにしておりました。うん。でも、おかげさまで、えー、その革ジャンもね、ヴィンテージのジーンズもものすごく着心地が良くて、今ではすっかり自分のものになりましたけどもね。まあそもそも、 私は常に中古車をよく買ってるんですけども中古車って確かに前のねオーナーさんの趣味思考が色濃く反映されていてまあ、世の中にはね中中古古だっっった方がいいもものってののとはやぱりなててれるわけですよね考えてみたら遊園地に行ってジェットコースターに乗ってもタクシーに乗っても全部 中古に載ってるようなもんですから、そう思ったらね、中古品があ抵抗があるよって方はちょっと選択肢をちょっと狭めてるのかなっていう気もしますし、まあ私の場合はね、何でも新品じゃないとダメってことではなくって、物によっては新品がいいな、ものによっては中古がいいなっていうようなね、まあそういった住み分けがありますんで、うん、なんとなくやっていけるのかなと思っております。まあ今回は以上でございます。お疲れ様です。